SNS などで、夫婦公認のセカンドパートナーがいることを明かしていた YouTuber のあやなん30。夫であり YouTuber のしばゆ29は、心身のバランスを崩し、自身が所属する YouTube グループ、東海オンエアでの活動を休止している。10月16日に突如あやなんがしばゆとの離婚を宣言し、 東海オンエアのリーダーでツヤを休団したことから始まる今回の騒動。25日には、あやなんが自身の X にててつやから謝罪があったことを明かし、事態は収束したと見られていた。しかし、10月30日に X で暴露系インフルエンサー系に、あやなんが SNS 上に、 芝祐とは別の男性との2ショット写真を投稿していたことを明かされてしまう。これを受けて、アヤナンは夫婦公認のセカンドパートナーが存在することを公表し、波紋を呼んでいた。そんな中11月5日、アヤナンはインスタグラムのストーリーを更新し、セカンドパートナーと見られる男性と2ショットで写る写真をアップしたのだ。 写真には、今日もありがとう。いつもありがとう。とメッセージが添えられていた。また、その投稿の前にも、あやなんは二人の我が子とディズニーに行った様子をアップしており、写真に写る男性もポップコーンを手にしていた。あやなんは次の投稿で、男性との2ショットに寄せられた。交際に肯定的なダイレクトメッセージを、 ありがとうもう我慢しませんよ。私は素直に平穏に普通に暮らしたいので、と紹介。一部ファンからは、絵を似合いでしかないよあーちゃん、てん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 しばゆーもいいけど、またこっちも違っていいてんてん。あーちゃんのレーピッ、イケメンてん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 かわいいあちゃんととっても、お似合いで二人の通称が眼福、と称賛するコメントがあったようだ。 しかし、批判的なメッセージや、芝生のファンからは悲しみの声も寄せられており、それらにはこう返答していた。本当に私は人生で芝生の血を継いだ男子二人を埋めて本当に光栄出し嫁になれて、光栄点々私はうーくんのセンスが大好きだしうーくんの発言にたくさん笑わせてもらってきた。 でもその分生活面とか人間として欠如してるとこもマジでめっちゃあるから、笑い。それ全部求めてたら苦しめちゃうよねって思ってるてか今までそうだったからかなり苦しめてたのか。なってね。だからそれを受け入れてくれるうーくんにも、旦那子供いても愛をくれる彼にもどちらともに感謝してるんだよね。